ヒロトです。ということで今回は、やめないと失恋するものワースト3を紹介していきます。ぶっちゃけ、この3つをやめれば、今の10倍モテます。というより、やってしまうと、一気に恋愛対象外になってしまうんですよね。言われてみれば、確かにそうだよなってなるんですけど、ついついやってしまったり、無意識の癖のようなものだったりするので、人からこうやって改めて言われないとなかなか気づけない。そんな3つになってます。これをやめずに恋愛心理学を学ぶか、やめてからちゃんと恋愛心理学を使うかどうかでは、運命の差になります。せっかく紹介するんで、ぜひ、ふーんで終わりではなくて、今日から何か一つでも実践してみてください。大丈夫ですか？心の準備はできましたか？では早速一つ目から話していきます。わかりやすいのでこの3つランキング形式で発表します。優先順位の高いもの、より今すぐやめた方がいいものを1位に置いています。では今すぐやめた方がいいもの第3位。第3位は汚い食べ方です。これはデートの幻滅ポイントにおいて、遅刻よりも残念な服装よりも上にランクインしています。そして付き合ってからの別れる原因や離婚の原因にも堂々のランクインしています。やっぱり食事って仲良くしていく上で絶対何度もすることになるんですよ。そんな時にくちゃくちゃ食べていたり、お皿に手を添えていなかったり、猫背だったり、箸の持ち方が間違っていたり、口にいっぱい入れすぎているのを見てしまうと、それだけで食欲が一気になくなってしまいます。そして清潔感、尊敬っていう恋愛においてめちゃめちゃ大事な2つを一気に失うことにもなります。なので、あ、もしかしたら自分のことかもと思った人は、今すぐにでもこの汚い食べ方をやめるようにしましょう。続いて今すぐにでもやめた方がいいもの第2位です。第2位は一人称が自分の名前です。これは男性でも自分の名字で山田がとか鈴木がみたいなのも含まれます。個人的にはなんですけど、これはやってたからといって 100% 失恋するかといったらそうではないと思います。ただ実際の調査でも、一人称が名前呼びの人は若っぽいという印象を与えてしまったりとか、あとは検索ワードでも一人称名前と検索すると地雷とかイラッとするっていうのが出てきてしまいます。そしてある調査では 67% もの人が一人称名前呼びはなし、ありと答えた残りの 33% の人もなしではないけど特にプラスではないよね、だからやめといた方がいいんじゃないかなっていう意見を落としています。個人的には別にいいやろって感覚なんですけど、やっぱり大多数の人がマイナスの印象を抱くようなので、やめることに関してはメリットしかないと思います。名前に限らずなんですけど、やることに関してメリットはないけど、人によってはマイナスに感じるってことって他にもいっぱいあると思うんですよ。礼儀とか作法とかマナーとかですね。これも自分は気にしないよっていう人は他人に対して寛容な心持ちで接してもらえたらなとは思うんですけど、それイコール自分もやっていいにはならないっていうのだけは押さえておいてください。これらは恋愛において100害あって一理なしです。では最後、やめた方がいいもの第1位です。第1位は臭い。恋愛において匂いってすごく大事で、スイス人のある研究によって、実は人には生物学的に相性のいいかどうかを匂いで嗅ぎ分けることができるということが判明しました。だから見た目の次くらいに匂いって大事なんですよ。匂いで人を好きにさせるっていうのも有効な手段の一つです。逆にどれだけ髪を整えていても、化粧を頑張っていても、臭い匂いがしたらそれだけでマイナスになってしまいます。顔も性格も良くて趣味も合うのに、匂いがダメだから付き合えないっていう人が結構いるみたいです。実際僕も今の奥さんと付き合う前からいい匂いがするなと思っていて、それで好きになったみたいなところもあります。あの匂い毎日嗅ぎたいなみたいな感じで好きになっちゃったんです。なので匂い対策はちゃんとしましょう。とはいえ体臭ってそう簡単に変えられないじゃないですか。わざわざ臭くなろうって考えてる人いないと思います。どうしたら大好きなあの人を匂いで引きつけられるのか、そこで僕がおすすめしたいのが香水です。中でも個人的にめちゃめちゃ好きなのがこのリオーズっていう香水です。これこの前奥さんにもプレゼントしちゃったんですけど、つけてから少し経つと匂いが変わるんですよ。でさらにうってつけなのがオスモフェロンっていう女性ホルモンが入っていたり、美容成分も入っているので女子力アップにつながります。一応概要欄にこの香水のリンクと、あとは 5% オフのクーポンコードも貼っておくので、興味がある人はぜひチェックしてみてください。では今回の動画の内容をまとめます。やめた方がいい3つのこと。1つ目、汚い食べ方。2つ目、一人称名前呼び。3つ目、臭い。以上です。ためになったと思ったら高評価もお願いします。そして今後も恋愛や人間関係のことをサクッと学べる動画も出していくので、そういった情報を見逃したくないよっていう人はぜひチャンネル登録だけしておくといいと思います。コメント欄で出してほしい動画のネタも募集してます。それでは次回の動画で会いましょう。